ドッカー入門講座第3回は仕組みを使いで説明したいと思います。はい、それではですね、ドッカーハブからイメージを取ってきて、最後イメージを削除するまでを図解したいと思います。まあ、これがあなたのパソコンだとして、そこに第1回の動画でドッカーデスクトップをインストールしました。ドッカーデスクトップをインストールすることで、ここにですね、ドッカーエンジンっていうのができます。でこの中でこの丸がコンテナと思ってください。まあ、コンテナをいくつでも立ち上げることができます。それでこのコンテナっていうのは何かっていうと、わかりやすく言うとパソコンのようなもので、まあ、コンテナの中に Linux っていう OS が入ってて、でまあ前回ですと Apache ですよね。Apache がインストールされてたりします。 Apache っていうのはソフトウェアですね。 Linux 上で Apache っていうソフトウェアがインストールされていると、まあ、こういうコンテナを立ち上げました。それで一番最初は Docker Hub っていうところから、まあ、ここにバーッとイメージというものがたくさんあります。その中で私たちは httpd というイメージをこっちに持ってきましたね。これをプルって言いますけども、の、まあ、タグ 2.4 をプルしてきました。でイメージっていうのはどういうものかっていうと、組み立てる前の IKEA の家具みたいなもので、皆さんは IKEA で家具を買ったことがあるでしょうか。IKEA の家具っていうのは、まあ、安いんですけど、その理由が、組み立てられてない状態で買って、で家に持って帰って組み立てるから安いんですけど、まあ、そういう感じですね。Docker Hub という、まあ、IKEA ですね。 IKEA から httpd という家具を買ってきて、まあ、ここが家ですよね。で家で組み立てるということですね。で組み立てるとコンテナになるわけです。でコンテナっていうのは状態があって、停止している状態と起動している状態があると。はい、それで前回実行したコマンドって1個だけだったと思うんですけれども、 Docker run ほにゃららっていうのを実行しました。この Docker run っていうのは、実はこの GitHub イメージをプルしてきてコンテナをクリエイトしてコンテナを起動する、この Docker プル、Docker クリエイト、Docker スタートっていうのを3つ一緒くたにしたのが Docker run なんですね。まあ、これを1行実行するだけで Docker Hub からイメージを取ってきてコンテナを起動させることができるということになります。それで最後は後片付けとして、まずは Docker Stop でこのコンテナを停止させて、Docker RM ですね。でこのコンテナを、まあ、1個だけでしたけどコンテナを削除しました。それでイメージというのはまた別で残ってますの でイメージも削除しましたよね。それで前回実行したコマンドが Docker run ですね。でそこにいくつかオプションがついてましたけれども、イメージに関しては httpd タグの 2.4 を、まあ、プルするということで、これは Docker Hub からということになります。ネームオプションで myapacheapp と書きました。これはこういうふうに書くことで名前を付けることができます。そして -p8080:80 と書きました。これはですね、まあポートと思いきやパブリッシュという意味らしいんですけど、まあポートというふうに考えてもらっていいと思います。で、ポート番号はコロンのこっち側が自分のパソコン。それでコロンの右側がコンテナのポート番号になります。一つのパソコンにはポート番号というのが存在してまして、コンテナにこうポート番号がバーッとあって、ここの80番っていうのと、自分の PC にもポート番号というのがあって、これの8080番っていうのをつなげると、ということでローカルホストの8080にブラウザでアクセスすると
このアパッチコンテナの80番にアクセスすることができたと。で、ここにはインデックス HTML があったので、それが表示されたということになります。そして次は -v ですね。-v にドルサイン pwd コロンのこういう感じで入力しましたけれども、pwd っていうのはこのコマンドを実行した時のパソコンのディレクトリ。そしてコロンの右側はポートと同じくコンテナのディレクトリになります。で、なぜこのパスなのかっていうのは、Docker Hub のイメージを置いている作者の意図というか、作者が決めたことなのでどうしようもないんですけども、まあ、こういうふうに決まってるんですね。HTML ファイルをここに置いてくださいっていう。私がこのコマンドを実行したディレクトリには、index.html ファイルがありました。まあ、それをマウントするということですね。このマウント設定をすることで、コンテナのここに置くことができるということになります。そしてその後、index.html を変更しましたけれども、変更するとコンテナのパスにある HTML も更新がかかるということになります。常にシンクロしているわけですね。それで最後に -dit っていうのを書きましたけれども、これは6番に書いてありますけれども、コンテナをバックグラウンドで起動させておくためにこういうふうに書きます。ということで、Docker の仕組みを図解で説明してみました。